ウンターデンリンデンの並木道の秋、景色ウンターデンリンデンは、ドイツ・ベルリンの大通りの一つである。ウンターデンリンデンとは、菩提樹の花の意味で、その名の通り菩提樹の並木道を満喫することができる。通りの中央に散策路があり、ベンチも置かれている。ブランデンブルク門からプロイセン王宮までの短い通りであるが、沿道にはベルリンの交流を示す多くの歴史的建造物が立ち並んでいる。中黒をつけずに、ウンターデンリンデンと表記することもある。フリードリヒ大王騎馬像と菩提樹の並木ベルリン、大聖堂からブランデンブルク門までの長官図ブランデンブルク門から東へ進むとがある。ベルリンの歴史を物語る偉人たちの彫像も、この街路を飾っている。フリードリヒ大王、博物学者、アレクサンダー・フォン・フンボルト、言語学者、ヴィルヘルム・フンボルト、参謀本部の創設者、ゲルハルト・フォン・シャルンホルスト他プロイセンの将軍たちである。ウンターデンリンデン1647年、フリードリヒ・ヴィルヘルム大選帝公が、先進の建設技術に秀でた。オランダ人技術者に、王宮から狩り場であるティーアガルテンへ向かう一直線の菩提樹の並木道を建設させた。この並木は、王族や貴族たちの散策路としても使われた。当時は沿道には建物もなく、荒れ地であった。しかし城壁で囲まれたベルリンは城壁を越えて、西の方向に膨張を始める。1674年、並木道の北側に、貴族や富裕な市民が新市街ドロテーエンシュタットを建設、1688年から1698年に南側にフリードリヒシュタットが建設され、沿道は格子状の整然とした市街を形成するようになった。ウンターデンリンデンはこれら新市街に挟まれた通りとして改めて整備が行われ、以後、プロイセンの絶対君主たちは沿道に権威を誇示するような教会や、広場や文化施設を建設した。1696年にティーアガルテンを越えた先にシャルロッテンブルク宮殿が完成すると、ウンターデンリンデンはティーアガルテンを貫いて同宮殿の方向に延長され、ブランデンブルク門から先の延長部分はシャルロッテンブルガー諸制となった。この時期、フリードリヒ・ヴィルヘルム大選帝公が発したポツダム勅令により、フランスから宗教の自由を求めて、宗教難民ユグノーたちが寛容なプロイセンに移住してきた。彼らの多くはベルリンに住み、フリードリヒシュタットには教会を建てた。人口2万人に満たないベルリンに6000人も押し寄せたフランス人は手工業者や商人が多く、勤勉さや優れた技術をベルリンにもたらし、フランスの先進的な文化や習慣を持ち込み、ベルリンは開かれた都会へと変貌した。19世紀以降のベルリンの急激な拡大とともに、ウンターデンリンデンは多くの繁華街の一つとなったが、教会や壮麗な国立歌劇場などの文化施設、高級店舗、高級ホテルなどが立ち並ぶウンターデンリンデンは、ドイツのみならずヨーロッパを代表する華麗な街路となり、パリのシャンゼリゼ通りとも比される存在となった。1900年には、ヨハン・シュトラウス3世がこの大通りの美しさを讃えたワルツ、ウンターデンリンデンを作曲している。1918年、帝政ドイツが崩壊し、ドイツ革命の余人冷めやらぬ1923年頃、ウンターデンリンデンという歌が市民に流行した。ベルリンを捨て、オランダに亡命した皇帝ヴィルヘルム2世を揶揄する内容が含まれている。ウンターデンリンデンに老木が花をつけ続ける限り、俺たちを押さえつけるものは何もない。ベルリンはいつまで経ってもベルリンだ。誰もお前の味方をしなくなっても、俺だけはお前を見捨てないぜ。古い馴染みのベルリンよ。ベルリンはいつまで経ってもベルリンだものな。ウンターデンリンデン第二次世界大戦末期、菩提樹の多くが戦闘で失われたり、戦後の困難な時代に、燃料の焚き木にするため切り倒されたりした。歴史的建築物は、米軍のベルリン大空襲とソ連軍との市街戦で廃墟と化した。戦後、ウンターデンリンデンはすべて東ドイツ政府が統治する東ベルリン地区となったが、1950年代に菩提樹が再植林され、歴史的建築物の廃墟も軍国主義の象徴とみなされ撤去されたプロイセン王宮を除き、東ドイツ政府のソ連に遠慮しながらの数十年間にわたる再建事業によってほぼ現状回復された。ドイツ再統一後も歴史的建築物の修復や再建は続けられている。ありがとうございます。